この店はレトロモダンな内装がいいね。でもこっちの銀幕スターゆかりの店っていうのも雰囲気がある。誰しも一度は行ってみたくなりそう。同じ界隈にある店はメニューが豊富で魅力的だ。ああ困ったな。どこもレディーたちが喜んでくれそうで迷っちゃうよ。気になるのならば全てに足を運び自分の目で確かめてみればよかろう。甘味を食い切れぬ心配をする必要は一切ない。しかし愛の伝道師にとってデート先を選ぶくらいのことはわけもないと思っていた。やけに真剣に悩んでいるようだな、神宮寺。もうそう言わないでよ。レディーたちは俺の大切な人だからいつでも本気でエスコートしたいんだ。待ち合わせの喫茶店は地図通りならこの通り沿いの。見つけた。ここかな。写真よりももっと歴史を感じるね。看板の文字が凝ってるのもキュートでいいね。こういう感じがあの子の好みなんだ。あれ、あの窓際にいるのってやっぱり夢中になって何を見てるんだろう。カウンターの上の不思議な形をした、ああ昔ながらの水出しコーヒーの装置か。コーヒーもいいけど俺もここにいるよ。やっと気づいてくれた。今から行くから待っててね。席に着いたらまずは何から話そう。たくさん用意しておいた話題も彼女を前にすると嬉しくて頭から飛んでしまいそうだけど。ああごめんな。君がすごく幸せそうに食べるからずっと見ていたくなってさ。あまり見つめられると食べにくいか。美味しかったならよかった。やっぱり店の看板メニューに外れはないね。はい、俺の分も君にあげる。注文するときメニューを見てこれと迷ってたでしょ。俺のことは気にしないで。むしろ今は君と過ごす時間に胸がいっぱいなんだ。俺をじっと見つめてるのはさっきの仕返し？どうしても一口俺に味見させたいんだ。いいよ、君が食べさせてくれるなら。この席なら誰にも見つからないからね。ほら大丈夫だったでしょ。今日からここ俺たちの特等席にしちゃおうか。